地図スポですよ。すごい相変わらず何度聞いても、はい、今日ちょっとね抽象対策で、はいはい、お茶子の一服でなりました。あ、ちょっとフラッとしてそうしましょう水分補給してもらって、はい、今治りました、はい、さあ地図スポですけれども、もう盛りだくさんですね。高校野球、パリ五輪、いろいろとねスポーツ情報盛りだくさんなんですけども、まずはどうしましょうか。今ねこのスタジオの中でもテレビ映像が流れておりますが、高校野球ですね。高校野球ですね。今日準決勝、準決勝、うん、今第2試合が行われていて、聖霊クリストファー対、静子ですね。今3回裏静子が攻撃中で1対1の同点と、ね、いい試合ですね、はい、聖霊クリストファーもね強いですよね。はい、そうですね。今年の静子はどうでしょうか。静子はね、頑張ってほしいですよね。まあもうここまで来てるんで、あと2つ勝てばもちろん甲子園になるんですが。ですよね。はい。掛川西と加藤学園の試合は？はい、第1試合は6対3で掛川西が勝ちましたね。はい、ということは明日は掛川西と、今日の今の静岡高校か聖霊クリストファー高校との決勝戦になるということですよね。あさってですね。あさってですね。あさっての月曜日ですね。29日月曜日の午前10時から草薙球場で行われますので、はい、さあね、どうなるんでしょうかね。はい。まあ、この試合の前ですね、準々決勝、木曜日に僕も見てきたんですけれども、はい、日陰で35度ぐらい。日陰でネット裏の日陰で35度ぐらいだったんで、まあ、風はありますか？ね、僕は一番スタンドの上のところで見たんで、その時は風が通ってたんですけれども、はい、まあ当然ね、選手たちはもっと40度近い多分、気温の中でやりますし、今度月曜日もね、観戦しに行かれる方は、まあそれくらいの球場のコンディションだと思われて、暑さ対策ですね、まあ飲み物とか帽子とかをしっかり持って、月曜日ね、決勝戦、草薙まで行っていただければいいかなというふうに思います。そうですね、今、天気の週間で29日はですね、はい、晴れ時々曇りで最高気温が36度が今のところ予想されていますので、今日よりもちょっと暑い可能性がありますね、はい、でこの番組でもですね、五感で涼しく過ごそうという形で、はい、いろいろと熱中症対策とかここ2週間ぐらいお伝えをしているんですけども、最近熱中症になる予備の予報、として予防としていいっていうのがねちょっとありましたのでお伝えするんですが、今ね私氷持ってるんですけど、はい、この氷とか冷えたペットボトルを両手でこう持っていただくと急激に体のね温度がね下がるそうです。はい、ですのでカチ割り氷って言って甲子園なんかでは有名な、ありますね、いいですね、やっぱり両手で持つといいそうなんですよ。ですのでペットボトルを冷凍庫に入れて冷やしておいて、それをアイスボックスに入れて観戦する方々は両手で持ちながら応援していただくと急激に温度が下がるそうなんですね、うん、でなんかこの辺りに手の辺りに血管があって、うん、それがそのすぐにこの体全体につながるということですので、これやっぱちょっとやめていただくのがいいかなと思います。後半でですね、はい、ひんやりスポット、ご紹介しますんで、じゃあそれもねもう最高のスポット見つけたんで、うん、はい、お伝えします。そうですか、はい、そちらも楽しみにしたいと思います。そしてで高校野球静岡大会のお話の後は、まあいよいよね、見ましたか。見ました、2時29分にアラームセットして私は2時15分でした、はい、15分が起きたらまた寝ちゃうなと思ったんで私もちょっとうとうとしそうでしたけど頑張りましたね。ああ、まあよかったですよね。よかったですね、まさかのね、本当にレディーガガが登場したりセリーヌ・ディオンが愛の讃歌を歌ったり、やっぱり一番びっくりしたのは気球の聖火が夜空を飛ぶと。ああ、飛びましたね、聖火台がね、はいはい、あれはちょっとね想定外で本当に
なんかエンターテインメントとして素晴らしかったですよね。街がねもう劇場になってるんですよね。そうですね。なのでもう見るもの飽きさせないで、本当に場面も転換くる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 転換して、ね、すごく楽しかったですね。あの聖火台はその後どうなっていくんでしょうかね。どうなっていくんですかね。どうやって下ろしていくんだろうかっていうのがちょっと気になるところなんですが、うん、夜になると舞いよチャンゼリーゼのあたりから見れるって言ったらすごいですね。そうですね、もっとね高く上がれば ねパリ市内からずっと見れるような形になるん で、ね、さあそんなパリ五輪なんですけども、今日から、17日間にわたって行われますよね。はい、8月11日の日曜日までの17日間ですね。でパリでの開催は100年ぶりと、まあ、先ほどね愛川さんもお話をしてましたけれども、はい、パリの、オリンピック、まあ、近代オリンピック創設者、愛川さんご存知ですか？聞いたこと多分あるんじゃないかな。はい、実はテレビでも見てましたし、やってました、うん、はい、その方が五輪マークもデザインをちょこちょこっと書いてね、友達に送ったっていう実物のものもテレビに出てましたね。ですよね、はい、で私もね、それ聞いて調べちゃいました。調べました、はい、ピエール・ド・クーベルタン男爵ですね、まあ、パリ生まれなので、そのね生まれた地に、近代五輪が生まれた地にまた戻ってきたという大会になります。そうなんですよね、はい、まあ、フランスの教育者だった方ということでね、本当に私たちが見ている5色のカラーの五輪マークは彼がこう手書きにしたのが発祥だったっていうようなお話があったりして、ああ歴史があるんだなと思いましたね、はい、そして東京に国立競技場新しく、まあ、できましたけれども、はい、その向かいにオリンピックミュージアムがあるんですね、うん、そのオリンピックミュージアムの敷地の、まあ、外になるんですけれども、このクーベルタン男爵の銅像があったりとかですね、やっぱりねこの近代五輪にすごく大きな影響を与えた方ですね。まあ、でも歴史的文化遺産が会場になっているっていうのが本当に今回見るものも楽しませてもらえそうですよね。はい、まあね、パリといえばというような名所がどん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 出てくるんですよね、はい、パリは行かれたことありますか？パリはね、2018年にロシアのサッカーのワールドカップがあって、その時にヨーロッパを回った時にねパリ行ってきたんですけれども、うん、今回の会場になるところはねほぼほぼ行ってきました ね、はい、私もね今から15年くらい前にお茶のイベントで行ってまして。あ、そうです。そうなんですよ、セーヌ川沿いのオルセイ美術館。あ、オルセイね、はい、それから、もちろん今回もね皆さんが走っておりましたあれですよ、美術館ルーブル。ルーブル、はい、はい、ルーブル美術館時間がなかったので午前中に30分で全部見る。うわ、もう本当に駆け足ですね。駆け足です。モナリザどこですかって言って、そうそう、いや本当にモナリザはそうで、もところてん方式で、でもみんなじっくり見るっていうよりは写真一枚撮ってもう次に行くみたいな感じ。そうでゆっくりね、いつかは行きたいなと思いましたけれどもね、うん、そうなんですよ、はい、だからゆっくりね、なかなかイベントの関係でだったのでチラッとしか行けなかったんですけどもね、あ、なんか本当に素敵な街だなって思いました ね、はい、そのね、特に今回このね映像を見ていると、あ、ちょっと行ったことがある、駆け足したとことかって、はい、うん、一応ね、もうもう一度ねご紹介をしていきたいなと思います、はい、まあ歴史的に文化遺産すごくたくさんある街なんですけども、はい、まあエッフェル塔は皆さんご存知ですよね、うん、エッフェル塔とコンコルド広場、はい、グランパリ昨日開会式でも映ってましたね。ここは何が行われるんでしょうか？グランパリは、フェンシングとテコンドーが行われますね。そしてあとはベルサイユ宮殿。ベルサイユは行きました？こちらでもベルサイユ宮殿行ってないです。行ってない、うん、行きましたか？行きましたね。鏡の間とかね、すごくゴージャスな。まあ、そこでは何が行われるんでしょう？ベルサイユ宮殿では馬術と近代五種ですね。歴史的なね、競技ですもんね、はい、そしてセーヌ川は、トライアスロンですね。なんか水質悪化のことがね、なんだかいろいろとニュースになってますけど、どうなんでしょうね、はい、実際のところ雨が降るとね水質悪化がひどくなると言ってたんですけど、昨日大雨ですけど大丈夫でしょうか？はい、あとはこの辺りは、ね、観光施設なんですが、あとはね3つはね、スポーツの競技場ですね。スタッド・ド・フランス、これ、はい、98年のフランスワールドカップの決勝になった、はい、場所で、ここねスタジアムツアーとかもやってるんですよね。なので僕も行ってきたんですけれども、はい、スタジアムのもちろんスタンドはそうですし、バックヤードですね、選手の控え室とか、あとVIPルームとか、そういったところも、ね、行くようなツアーがあって、はい、
そこをね結構楽しめたりする。パリ市内に。パリ市内ですね。あるんでしょうか。選手村の近くにあるんですね。あ、そうですか。まあ、パリの中心地よりはちょっと北側になるんですよ。サンドニという地域にあってですね。結構な人数が入りそうですね。はい、7万7千人入るということなの でこちらではこちらでは陸上、あと7人制のラグビーですね。はい、まあ、本当に歴史的文化遺産を見ながらその競技を楽しむということですよね。はい、でテニスでね有名なのはあのローランギャロスですね。これもやはりテニスはやっぱりローランギャロスで行われるんでしょうか。はい、行われますね。あとボクシングも行われるんですけども、あの昨日の聖火リレーで、はい、次男がね最初に成果を取って、はい、その次にナダルに渡したんですけど、ね、ナダルはねスペインの選手なんですけども、はい、このローラン・ギャロスですごく強い選手、もうレジェンドの選手なんで、そこの それでやはりナダルスペイン人なのにね、あのやっぱりあのいらしたのはそういった歴史的なこのローラン・ギャロスでの優勝経験が多数だからです、ね、そうですね。あのシーンは僕は結構ゾクゾクってきましたね。あ、ここでジランとナダルがあのトーチリレーをするんだっていうのが結構僕的にはハイライトだったんですけれども、そうなんですよね。はい、あとはねパルクデフランスといったあのパリサンジェルマンというすごく有名なクラブチームサッカーですね、はい、あるんですけれども、このホームスタジアムも、サッカーの会場として使われますと。まあ、今回のエッフェル塔がね舞台になっていました開会式ですけども、エッフェル塔では何か行われるんですか。エッフェル塔はビーチバレーですね。どうやって、あ、まあ、仮設のビーチバレーのコートを作って あとスタンドも建てて、はいはいはい、基本的にはあのこういう街中でやる会場は仮設のスタンドを作って、それぞれねあの会場、大会を行うという形ですね。で今日はスケートボードがあの行われるということで、メダルの、ね、獲得が非常に有望な日本勢ということなんですけども、これはどちらで。これはコンコルド広場で行われますね。コンコルド広場はあの BMX、 あとスケートボードですね、はい、あとブレイキンと 3×3 のバスケが行われます。いや、なんだか本当に楽しみですね。でこれパリって本当に見どころがギュッと近くに、まとまってるんですね。なので今もしあのスマホをお持ちのリスナーさんいたら地図アプリを開いていただいて、まあ、どこでもねあのエッフェル塔でもベルサイユでも、グランパルでもいいんですけど、1個検索していただくと名所パパパパって多分出てくると思うんです。で距離感がすごく近くてですね、まあ、大体 2、3キロ、半径 2、3キロの中に結構なあの競技施設があるので、そういったとこを見ていただくといいですし、ベルサイユもねちょっと離れてるんですけども、まあ、20キロぐらいですね。で静岡でいうと静岡駅から美穂の先端ぐらいがだいたい20キロぐらい、なので、まあ、ベルサイユちょっと離れてますけども、そういった距離感で比較的コンパクトな大会。そうですね、はい、じゃあ Google マップを見ながら、うん、このパリにいる気分で、はい、見ていただくとまた楽しめそうですね。はい、で調べるとね、あと周りでねカフェとかも出てくるんですよ、 Google マップとか。私もカフェ行きましたね。でカフェを甘かったけどチョコレートドリンクが飲みました。でそのカフェとかをいろいろ見ていくのも楽しいです。いろいろレストランとかね、あ、ここ一緒なカフェだな、行ってみたいなみたいな、そういう楽しみ方もあのオリンピック見ながらスマホを開いて楽しむのも今回パリはとても楽しめる大会なんじゃないかなと思います。はい、さあ今日はですねパリジェンヌが大好きな3つの M があるということで、ハングリーファイトでは餅イコール中身がアイスクリームが入ったような雪見大福のことが大好きらしいんですけども、抹茶もね、はい、今日お持ちいたしましたので、うん、ちょっと小さなシェイクをしまして、抹茶と氷とでアイス抹茶をね召し上がっていこうかなと思ってます。いいですね。はい、じゃあ曲を聴きながらアイス抹茶をちょっとパリ気分でGoogle を見ながら召し上がりましょうか、ね、わかりました。いただきましょうかね。はい、はい、でリクエストナンバーが、はい、じゃ あのもう今すごく暑いんでちょっと夏らしい曲をリクエストしたいなと思います。はい、水曜日のカンパネラで、うん、マーメイド。さあそんな中ですね、静岡でもなんかオリンピック体験ができるという話題があるそうで。そうなんですよ、あの先ほどセーヌ川のねあの、はい、水質の話しましたけれども、うん、静岡ですごく水質がすごくいいんですよね。で海なんかの水質もすごくいいんですけど、はいはい、今度はあの静前のトライアスロン、静前トライアスロンといえばレクチャーの練習会が、あれ、はい、持ち物なんですけれども、はい、8月11日にね、レクチャーと練習会があります。でトライアスロンもちろん、オリンピック競技なんですよね。でしかもここの水がいいっていうのは、国土交通省と環境省がそれぞれあの水質のランキングを出してるんですけども、はい、両方とも最高レベル、綺麗な
水質ですというお墨付きがあるんですね、はい、まあ安倍川もすごく水もきれいですし、その安倍川の水が流れてくる用宗もすごく水がきれい。あ、要するに安倍川の水質がいいから用宗の水質もいいということなんですね。流れているから、はい、そんな海で、あの、まあ、マーメイドになって泳ぐと。だから先ほどのね、水曜日のカンパネラがマーメイドだったという理由があったんですね、はいはい、でこれがね、8月11日日曜日朝8時からあるんですけれども、はい、まだね、あのエントリーの締め切りが8月8日なんで、まだエントリーできます。いいですね、はい、でレクチャーとか練習会なので、まだちょっと興味がある、まあるぐらいのレベルでも皆さん参加できるので、ぜひね、あの行ってこの綺麗な水でね、この暑い中泳いでみるといいんじゃないかなと。そうですね、はい、思いますね。スイム&バイクの実践練習ということですから、はい、これがきっかけでもしかしたらね、4年後8年後ロサンゼルスですとかオーストラリアでのオリンピックに出場する方がいらっしゃるかもしれないでしょ。もちろん、静まりのトライアスロンが9月に、今年は本大会が行われるんですけれども、はい、1回2回の、連覇したのは高校生なんですね、で高校生は優勝インタビューでもうオリンピック行きますと、まあ、あの断言してたんで、楽しみ。だからこういう静岡からそのオリンピトライアスロンの、ね、あの選手が出てくる可能性は十分にですよね、はい、持ち胸の海水浴場あたりで練習した選手が、はい、今度はね、ロサンゼルスやオーストリアのブルスベンに行くかもしれない。行くかもしれないですね。楽しみで夢がね、またね、本当に実現するかもしれませんよね、はい、でさらに、今度9月1日ですね、はい、小学生中学生を対象にした、静前カップ第2回西ヶ谷キッズトライアスロンということで、うん、9月お子さんの、はい、9月1日の日曜日に、西ヶ谷で行われるんですけど、こちらもね、まだね、エントリー受付中です。はい、なのでここで、下地を作って、4年後8年後12年後のとオリンピアンが出るかもしれないと、ね、前回が初回で第2回ということですから、対象が小学生から中学生ということですね、はい、参加費もあるんでしょうか。参加費が、3000円ですね。ぜひね、キッズトライアスロン興味のある、ね、足が速い方、はい、それから水泳が得意な方、うん、あと何が得意ならいいんでしょう。自転車ですね。自転車が得意な、はい、はい、チャリが得意な、チャリが得意な、うん、お兄ちゃん、姉ちゃん、はい、ぜひぜひご参加ください。そしてあと第4回静まりトライアスロン in 静岡の、これは9月の22日日曜日、8時40分スタートするんですけれども、こちらもエントリー終了してますね。ただ、さっきのキッズの方とこの静まり大人の方はボランティア募集まだしています。そうですか。やっぱりこういう、ね、大会ってボランティアさんの力がすごく大切なんですよ ね、 ですよね。今回のパリオリンピックでもね、ボランティアの皆さんがたくさんいらっしゃいましたもんね。はい、でボランティア募集中なんで、まあ、とりあえずちょっとできないけど、そういうスポーツの大会とか運営にちょっとでも関わりたいなみたいな方は、ぜひね、大会のホームページ、ご覧ください、細かいことが出てるんで、インターネットで、応募できます。はい、ぜひ皆さんね、ご応募いただきたいと思います。インターネットでもチェックができるということですね。はい、そうですね、はい、そして先ほど、お伝えしたクーリングスポット、はい、お伝えしたいなと思うんですけれども、なんかすごくおすすめのクーリングスポットがあるということで、はい、はい、この暑い時期に、以前もね、番組で何度か静岡のいい場所とはどこでしょう、はい、紹介したんですけれども、はい、牛妻にね、水辺の学校という子どもたちが水辺で、ね、遊べる場所があるんですけれども、これはね、夏の期間8月25日までの、土日とあとお盆の間、はい、開校していて子どもたちが遊べるようになってるんですけれども、はい、そこの水辺がすごくクーリングスポットとして抜群だなというのを僕も体験してきまして、実は牛妻水辺の学校ってなってますけども、うん、楽しいってことですね。そうですね、うん、でこれ安倍川の伏流水がもうずっと一年中湧いてるんですね、でその伏流水の水温が19度とか20度ぐらい、いいですね、ひんやりですよ。で先週の日曜日、あ、そういえば牛妻水辺の学校あるなと思って、うん、ランニングシューズを持って、ランニングちょっとその派でぐるぐるっと回って、もうめちゃくちゃ暑くなった後に、水辺の学校、まあ、子供たちが帰った後ですね、うん、4時過ぎぐらいに行って、
って足だけつけてたらもうこれが抜群に気持ちよくて、いやーそれはいいですよね。この辺りでちょっとランニングもできるんですか。であの安倍川の土手があるんで、そっかそっか、あと自転車乗る方なんかはあの安倍街道沿いを梅ヶ島までずっと登っていって、まあ、温泉入って帰ってくるみたいな練習の仕方をしてるんですけども、まあ、本当にあの正午近辺はね暑いですから、ちょっと午前中ですとか夕方ぐらいがいいかもしれませんね、はい。こちらの牛島水辺の学校はあの開放時間っていうのがあるんでしょうか。はい、10時から4時までですね、はい。これは子どもたちが遊べる時間帯、うん、でまあ大人はねちょっとその時間をずらしてもらって、まあ、午前中の早い時間か、まあ、午後夕方 に行くのがいいと思うんですけれども、よく半身浴ってね、あのスポーツ やってる方は聞くと思うんですけれども、はい、聞いたことありますね。ありますね。あと交代浴とか、交代浴、交代浴、交代するんです。あったかい お風呂と冷たい水風呂交代に入っていく、交代して入るっていうことですね、はいはい。あったかいのと冷たいのと交代浴、血管があの広がったり、うん、冷たいとこ入ると縮まったりで、はいはい、あのポンプの役割を果たす、強制的に果たすんで、うん、あの疲労物質が抜けやすいというようなこともあったりとかして、うん、なんでこの水辺の学校でその冷たいところにガッと浸かるとすごく血管がキュッと締まって老廃物、疲労物質が抜けやすい、うん、いいですね。いいです。そうこの間の、ね、テレビでも拝見して先ほどもお伝えしたんですけども、ペットボトルを両手で持っていくと急激にあの体の温度が下がりやすいということですので、足を入れてもいいし、手を手首までグッと入れるだけでもちょっと熱いなって思ってもね下がるそうですからね。牛島水辺の学校、ぜひご家族で遊びに出かけてみてはいかがでしょうか、はい。いや今日もねシズスポさまざまな情報盛りだくさんにありがとうございました、はい。ね、まだまだね夏の時期本当にいろんなイベントもありますし、パリオリンピックもね見どころ満載だと思うんですけども、やっぱ何が注目でしょうか。やっぱりサッカーは気になりますよね。もう明日の朝4時はねマリ戦がありますけれども、うん、ちょっと朝早い時間で4時ってすごくきついんですけど、今日も、ね、今日も早起きというか ね、 なかなかね寝不足で見るのは大変ですけど、はい。ですからね寝不足もね熱中症には良くないそうですので、ぜひともね昼間お昼寝をしたいだとか、ね、早めに寝るとかね体調を整えてあのスポーツの祭典パリオリンピック、そして旅行気分で楽しんでいただきたいですよね。また想定外のね出来事があると思いますよ。ありますよね。そのドラマがねやっぱ楽しいですよね。はい、はい。日本勢は55個を目標に金銀銅どんなね、でもうなんか色でもいいからなんだか楽しんで帰ってきてほしいななんて思います。今日のチャッチャサタデーいかがでしたでしょうか。いろいろとパリオリンピックについて、そしてスポーツについてもお伝えしてまいりました。お相手は相川香里と、そして小林太一でした。